皆さん、こんにちは。ツコミゴードです。今日、時計かっこいいやろ。何の話？今日は、Are Japanese Girls into Western Guys? という動画をちょっと見てみたいと思います。これまた、エージャンボスという YouTube チャンネルなんだけど、まあ、日本人の女の子たちは、まあ、外国人が好きなのかっていう、そういう質問だけじゃなくて、もう、Western Guys と言ったら多分白人、ヨーロッパとかイギリスとかアメリカとかオーストラリア。の男性が好きなのかということなんです。エージェントボスの K が日本中の女の子たちに聞いてくれるらしいんで、俺もちょっと答えが気になる。この動画やったことない、なんかネット用の動画やったよね、これ。まあ、この動画もおすすめに出てきて、ちょっと見たいと思いました。まあ、この動画見る前に普通に立川さん、どうですか？外国人好きですか？いや、私何も偏見とか持ってないんですけど、やっぱり外国人は一切無理だと思います。はい。あ、なるほどです。きついな、きついな。じゃあ、それじゃあ、うざがいさんはどうですか？日本人の女の子たちは、ね、うざがいみたいな、ザ外人が好きだと思う。どう？ね、うざがいの経験としては、どうですか？皆さん、こんにちは。うざがいです。日本人の女の子は本当に白人が好きなんですね。白人とハローキティが大好きですね。日本人の女の子。私はモテモテです。なるほどです。ありがとうございます。うざがいさん。ありがとうございます。パテとこの動画を。お、よいしょよいしょ。お、ゴード、エビフライ。ただいま、ただいま。おじいちゃん、お帰りなさい。おじいちゃん、まあ、おじいちゃん女の子じゃないけど。外人はどう思いますか？外国人のこと、どう思ってますか？外国人さん、そこ、マンションの前のさ、ゴミのところさ、外国人は分別できてないよ、ゴード。あそこいつも缶のところにペットボトル入れてるな。ゴードなんか、言っといてくれる？ゴードがなんか言っといてくれると嬉しいわ、その外国人さん。ゴミの分別できれば、ね、なんでも OK。オーライ、オーライな。ウェルカム、ウェルカム、外国人。腰が。おー、まあ、ゴミの分別も大事なんですね。うん、言っときますよ、言っときますよ。うん。任せろ。任せといてください。じゃあ、この動画ですね。見てみましょう。Hey guys, it's Kate from Asian Boss. Kate さん。You've probably heard of yellow fever before. No, it's not the disease spread by mosquitoes. This term is often used for white males who have a sexual preference for women of Asian descent. 英語、わかるかな、みんな。イエローフィーバーっていう言葉出たんだけど、イエローフィーバーはね、ゴードのことなんですよ。大体白人、黒人でもいいけど、アジア人の女の子が好きっていう男性のことはイエローフィーバー。なんか病気扱いされるけど、まあ私日本人が好きから、イエローフィーバーだって、オーストラリアでよく言われてた。やばいな。But what about the other side?What do Asian women think about dating Western men? Specifically, would Japanese women ever date white guys? We hit the streets of Tokyo and Osaka to find out. 日本で。お、誰？達也さん。この人がインタビューするか。なんかチャラそうよね。絶対チャラいよ、この髪型。外国人男性はどのぐらい見かけますか？日本で。結構しょっちゅう見ます。普通にいるでしょ。時もなんか英語とか外国の言葉が聞こえるんで、多分すごくいると思います。見るとしたらどこの国から来てる人が多いと思いますか？フィリピン。アメリカ？そうでしょ。韓国、中国。どうしたらこんな声になる？韓国、中国。薬局、中国。黒人。黒人さん。なんか声かけたりするときはカナダとかオーストラリアが多いです。オーストラリア。白人男性についてどう思いますか？白人男性についてどう思いますか、皆さん。まあ、とりあえず、なんて言われるでしょう。イケメン？かっこいい？バケツドラムがうまい？ね、そんなとこかな？かっこいいと思います。お、ありがとうございます。かっこいいと思います。ありがとうございます。ジェントルマン、ないんです。でも私はすごい好きです。ありがとうございます。もうかっこいいし、エロい。かっこいい。え？エロいって言った？俺そんなにエロい？優しい。エロい。礼儀がな、すごい。エロい。エロい。そんなに？
俺のことそんなにエロいと 思われてる？確かに1年前の動画で俺スクワット、まあ動画で筋トレしてるだけでめっちゃエロいってコメント欄で言われたよね。もはやさ、エロいのは俺じゃなくてさ、見てる日本人たちがエロいんですよ、頭の中ね。純粋に筋トレしたいんですよ、白人は。エロくない。実際に白人男性と付き合いたいとは思いますか？でもめっちゃかっこいいとか言うといて、じゃあ白人男性と付き合いますかって聞かれてめっちゃためらってる。じゃあちょっと実際付き合うのは無理なんですね。その人とその自分との相性が良かったら全然いいと思います。めっちゃ憧れです。いいこと言った、いいこと言った。外人さんとお付き合いしてみたいなって思ったことは全然あります。めっちゃあるし、高校生の時その英語を教えてくれる ALT みたいな先生にガチ恋してました。ちっちゃい時からずっと思ってます。英語の先生やろうかな、のガチ恋されるデートたちにで実際に付き合ったことは？はないです。でももう日本人でいいかなみたいな最近はなんで？それはなんで？なんかあの海外の DV 問題が気になって、怖いから。偏見じゃないか。 DV 問題、あれさ、あれだよ、家庭暴力なんていうのね、家で暴力振ることさ、もう偏見じゃない？海外はさ、一つの国じゃないからね。どこの国が暴力の問題になってた？オーストラリアなのかな？俺暴力使わないけど。どっかの国で誰かが暴力振ったせいで、もう、他の外国全員もう暴力の国と思われてるよ、日本人に。留学してたんで、アメリカに。だから、ちょっとだけ付き合ったことあります。もう一回白人男性と付き合いたいなと思いますか？もう付き合ってくれんか。美しすぎて、なんか同じ人間というよりかは、なんか映画とか芸術見てる気分になっちゃう。人間として見てないよな、外国人のこと。よくアメリカ行ったな。まあ確かに俺はね、あの人間を超えた存在だと思ってます。はい、私は神というほどではないけど、な、まあ人間以上、生きてる芸術、この世界一見だってごめんなさい、付き合ってた人初めてです。あ、そうなんですか。ゲットできました。でもそれってなんかイエローキャブみたいな感じで思われそうで怖いんです。イエローキャブ、そう、すぐなんか留学する女の子って海外の人が好きだから留学したいみたいな、それでその声かけたらすぐ乗ってくれるっていうので、あのタクシーのイエローキャブとかけてイエローキャブって言われ、私は言われたことないですけど、なんか遠くの方でそういうのを見たことがある。理想の白人男性ってどんな身長だったり、がたいだったり、目の色だったり。理想の白人男性、まあまあまあ、まずはバケツドラムできる人、目が多い、身長182、日本語めっちゃ噛むとか、足ガリガリ、細マッチョですかね。身長高くて、あ、私のこと、がっつりしてて、彫り深くて、彫り深い、俺彫り深いか。嫌です、嫌です。日本人に近ければ、ジャスティン・ウィーバー。今のは何？今のはちょっとこれ分からん、分からん。ジャスティン・ウィーバー、ジャスティン・ウィーバー。嫌です。日本人に近ければ、日本人に近ければ、どんな白人男性が好きですか？まあ日本人に近いだ、白人男、どういうこと？ジャスティン・ウィーバー、例えばジャスティン・ビーバーは ほらめっちゃ白人に近いじゃんな。ちょっとこれちょっと分からん、これ誰か説明してコメント欄で。あ、筋肉もそんななくていいですけど、オタクっぽいのは、オタクはダメ。なんか髪の毛長くて
なんかヨーロッパ風のあの細い感じの、あ、ゴリマッチョ。あ、でも白人やったら細マッチョかな。あ、細マッチョ来た来た。それはなんで白人さんだと違うんですか。なんか細マッチョ、細マッチョゴリゴリやったらなんか細マッチョちょっと気持ち悪いじゃないですか。え、今気持ち悪いって言われた俺。あ、でも嫌ではない。でも細マッチョぐらい。どうしたらこんな声になるな。この声も変わってるよね。身長は自分より高いぐらい、180とかで全然。おで、目はブルーじゃあ、あの、彼はどう思いますか。理想の白人男性と近い部分はありますか。背が高いとこです。ああ、鼻がスッとしてます。あ、これも外国人か。理想的もうすぐ隣にいるのにさ、理想的ですかって聞くのはどうかと思うんだけどね。どう答えればいい。隣に人が来て、この人理想的ですかって。で、ね、何と答えればいい。まあまあ。目はブルーじゃないですが。まあまあ、OK。OK。OK が出ました。ちょっと身長欲しい。なるほど。厳しいな。え、でも、あ、でも大きいか、この人も。180ぐらいはありますが、もうちょっと欲しい。もうちょっとですね。彼は日本語喋れると思いますか。親密にはなりやすいのかな、多分。外国人男性が日本人の女性と付き合うときに、その日本語喋れるかどうかっていうのはかなり重要ですか。重要じゃない。言葉大事だな。めっちゃ重要です。もし喋れなかったらどこ見てる？この人、ずっと何がある？何がある？ずっとあっち見てる。え、付き合えません。無理です。何がある？英語喋られへんからもうお願いしますって感じ。はい。ニュアンスでいけそう。いや、無理よ。え、いけそうじゃない？無理よ、無理よ。愛があれば何でもできるみたいなのないから。愛があれば何でもできることではないか。愛があれば一応な。あの、相手の国の言葉を覚えようとすると思うんだけどね、頑張って勉強して。え、でもなんか意外と身振り手振りで伝わったりするから、最初は別にそんなに喋れなくてもいいんじゃないかなとは思うけど、やっぱり具体的なコミュニケーション取るにはちょっと喋れた方がいいのかなって思います。そう、日本人同士、オーストラリア人同士でもなんかちゃんとコミュニケーション取れてない人もいるからね。外国人になったらもうなおそれやな。もし黒人男性の場合と白人男性の場合だったら、あの、イメージは変わりますか。いや、あんまり変わらないと思います。あ、外人は外人や、変わらんや。周りの人もあんまり変わらないと思いますか。うん、変わらないと思います。うちの親とかは全然偏見ないので、多分どちらでも全然大丈夫。黒人さん、私結構好きなんですけど、でもやっぱびっくりはされると思います。なんか、あ、でもちょっとある、うん、あるかもしれない。やっぱりそれなくしていいかなとは思うけどな。結構真面目な話、うん、まあ偏見はさ、まあもちろん良くないけどさ、一応そう、イメージパッて言われて、まあ、どっち、なん、ビチビチって、なん、どうしてもなんか想像するじゃん。中国人って言われたら中国人の何かを想像する。あれも偏見っていうのかな。あるさ、なんか大体オーストラリア人こんな感じでしょっていうのは、まあ、偏見であるけど、もうさ、オーストラリア人って言われてさ、もう一切偏見なしで何も想像しないならさ、もう話が進まない。じゃあ逆に。違うか。なんか外国では日本人女性に対する典型的なイメージがあります。例えば可愛い、おしとやか、おとなしいって、白人だと言われてるよ、日本人。って考えてる人たちもいるんですけど、これについてはご存知ですか。なんか可愛いとかは知らなかったですけど、ちょろいって思われてるって聞いた。あの、下ネタ言ってくるの大体白人の人なんですよ、めっちゃ。あ、それはそう。で、もう、あの、通じひんって分かってるから、向こうもむちゃくちゃバカにしてくるのは確かにある。あ、そうなんや。よかった。そのなんか、でも確かにオーストラリアの友達、白人の友達、めっちゃ他の国の言葉でさ、下ネタ、汚い言葉ばっかり覚える。なんか知らん人でもさ、初めて会って、私は日本に住んでましたよと言ったらさ、急に、その人の知ってる日本語の下ネタ全部言ってくる。なんで
そういうのはあるね。それが楽しいんだよな、白人。アメリカにいた時にすごいあのアジア好きのなんかもうエイジアンガールが大好きみたいな男の子がめっちゃ寄ってきて、それは私を好きなのじゃなくてアジア人が好きなんじゃんってなって、私個人を認めてくれることってすごい難しいなって感じました。じゃあ日本人、いやあれ単なる日本が好きとか、なんかまあ日本が、俺は日本が好きけど、まあ、まあイエローフィーバーって言われるのがあれなんだけど、本当のイエローフィーバーの人はさ、もうアジア人だったらもう何でもいい。大体さ、自分の国で女の子にモテないから、あの、アジアとか行って、そう、アジアに行ったらチャンスあるかな？誰か付き合ってくれるかなっていう感じでアジアに行く人もいるから、そっちの方はイエローフィーバーだよな。そっちの方がイエローフィーバーだと思います。いや、俺もイエローフィーバーか。女性が好きな、白人男性に対してのメッセージをお願いします。聞いてますよ。ぜひいい人を見つけてほしいです、日本人の中で。なんだろう、ぐいぐい来ないでほしい。すいませんでした。すいませんでした。えぐいぐい、こんな人いったっけ。すっごい目合わせてくるとか、日本人苦手じゃないですか。じゃあ目合わせるのはやめます。すいませんでした。絶対そらしますよ。エイジアンガールが好きって言わない方がいいと思います。それでそれを言って寄ってくるのはすごいどうなのかなと思ったんで。言ってる、言ってる。純粋に一人の女性として綺麗だよとか好きだよってナンパするときは言ってあげてくださいっていう。日本語を覚えてください。いや、覚えます。何やろな、そんなにチョロくはないぞと。チョロくねえぞ。チョロくねえぞ。そんなにチョロくはない。チョロくねえぞ。チョロくねえぞ。今5回ぐらい言ったね、チョロくない。わかったわかった、日本人の女の子はチョロくない。5回もう直接言われました。すいませんでした。まあ皆さんいろいろ勉強になりました。日本人の女の子たちからいろいろ教えてもらいました。まず、目合わせたらあかんですね。はい。あと、日本語を頑張って覚えたいと思います。あとは何でしょう？何でしょう？まあ、やっぱり結局人それぞれやな。なんと言ってもさ、まあ、白人が付き合えないとか、なんかそういう、こう言うけど、実際いい人にやったら好きになるよね。そういう、同じようにさ、日本人がいいって言ってる人もさ、日本人誰、でもいいっていうわけでもないからな。やっぱ、会ってみないと、わからないよね。ということで、皆さん、どうですか？今日の動画。こんな感じで終わりますよ。皆さん、勉強になりました。またねー。